皆さん、こんばんは。今日は2023年12月7日木曜日です。今日のテーマは中国の社会について、社会の事情。中国の若い子、青年たちはですね、夢がなくなりましたね。これは非常に悲しいことではありますが、以前ですね、中国の若い子に聞きます。夢は 大体ですね、みんな社長になりますよとか言います。何がをですね、創業しますよとか言います。今はですね、みんな寝るんですと言います。そして、ムーディーズ、中国格付け見通しについてネガティブにしました。そして、野村証券ですね、中国不動産市場について自分の考え言いました。これについても 報告したいいと思います12月5日、格付け機構業務を行っているムーディーズ。中国の格付け見通しを安定的からネガティブに変更しました。つまり悲観的です。中国の不動産市場の危機、政府、財務の危機について、国際市場はですね、やっと動きましたね。 というふうに評価されます。内容はですね、短期的に経済下落すると予測します。原因というのは、中国の不動産市場は縮小しています。経済成長の努力がかなり変化しました。短期的、中期的、長期的経済成長は緩やかになると予測する。まだこの状況で、 政府の財政は赤字さらに債務が膨張すると判断しますでも中国には高い貯蓄率がありまだ対応できると判断する2024年、2025年中国の経済成長4%だと予測する2026年から2030年3.8%だと予測する 人口の問題で2030年以降経済成長は3.5%だと予測するとういう話がありました。モーディーズのような評価ですね、非常に大事なんですよ。世界の投資家、ファンド、そして投資機構、特にですね、政府系のファンドですね、7な,など、こういう評価を見て投資先を選んでいます。中国政府、 中国に対しての評価はある程度ですね。下がりましたら、外国の投資家はですね、手元にある中国の通貨源ですが、元に関する資産を売却します。例えば、中国の国債にしても、株にしてもですね、不動産もそうですが、売ります。つまり、このような評価はですね、世界の資金の流れを指揮しています。つまり、 中国に投資してもいいんですが、でも評価はあんまり良くないです。つまり、投資家はこれで考えますので、リスクですね、ありますので、回避しようかとなります。なので、投資をやめます。中国政府は返答しました。非常に残念です。我々は改革するし、これから深く改革する。リスクも管理している。 モーディスの心配はいりません。中国の経済は柔軟性あり、発展する基礎、しっかりできている。経済成長の方向というのは変わりません。今年、国際社会が良くないからです。中国は世界の経済に欠かせないエンジンですよ。そういう話がありました。また、中国の経済成長というのは、質が大事です。つまり、 質というのはですね、実は、緩やかな成長だね。ますので,でも、高度成長ではないんです。つまり、高高い質ですね、の成長です。これは言い訳ですね。中国はですね、世界の経済を引っ張るエンジンという時代は終わりですね。今年、中国の経済成長は実は止まっていましたし、中国と香港以外の 株式市場ですね、日本もそうですし、台湾もそうですし、シンガポールもインドもですね、アメリカもとですが、株式市場ですね、みんないいんですよ。この間、韓国も発表しましたし、中国向け輸出で経済成長を維持する時代は終わりですというふうに言いましたが、そして、みずほ銀行ですね、香港にいる経済 の分析の方ですね。張さん言いました。現在世界は見ているのは、中国の不動産危機と経済の成長が止まった状態ですね。中国の通貨である元のリスクについてあんまり心配していない,でいない状態です。今年1月から11月、地方政府の再券9.14兆元です。去年より23%増加です。 地方政府の債権はもっと多いんですが、第一四半期から第三四半期まで、地方政府の財政の収入は9.1兆元しかないんですよ。でも、債権は9.14兆元発行しました。つまり、債権の方が多いんですね。うち4.95約半分ですが、兆元ですね。最優秀債権です。これは去年同期比、 82%の増加です。つまり、債権ですね、発行しました。多くのお金は返済にしたんですよ。やはりですね、今までの借金が多いわけですから、もう返済できません。これで新しくお金を借りて返済します。でも利息は残りますが。10月末、中国政府は発表しました。地方政府の債務の総額は 41兆元です。しかし2019年は20兆元でした。わずか4年間で倍増となりました。もし国営企業の債務を入れたら100兆元を超えます。去年 IMF の予測では92兆元でしょうと発表されて、つまり今年ですね、約10兆元の,兆元の債務が増えました。 コロナ3年間ですが、地方政府の債務が膨張しました。また税収が悪化して、特に地方政府の持っている土地の価格が下落しました。不動産も売れません。12月中旬北京で経済工作会議開催するでしょうし、みんな期待していますよ。そういう話がありました。私はですね、地方政府は何もできないと思います。 また、モーディズですね。以外に、スタンダード、プアズとフィッチ、レーディングズですね。この2つの機構もこれから評価を出すでしょうかと思います。これからというのは、多分来年の2月か3月でしょうか。野村証券ですが、12月6日、香港で記者会見を開催しました。中国不動産のことを研究した方ですが、 父さんですね、代表が発言しました。中国政府は不動産企業50社ホワイトリストを用意しているという話はあったんですが、現在まだないんです。今年8月、住宅ローンの利息を下げたんです。しかし、あんまり効果はないんです。現在、不動産市場を刺激する道具はないんです。不動産市場を促進するために、 消費者の自信が大事です。これが解決できていません。また、不動産企業の返済不履行、融資の問題も解決できていません。2024年も悪化する。現在残っているのは、不動産促進進行する二つの方法があります。大東海の不動産を購入する頭金を下げましょうか。それと、大東海の不動産ですね。 自由に売買することを可能にしましょうかこれで取引の数は増えると思います。でも、大都会の取引はですね、不動産業界の取引の5%か6%しか占めていません。大都会の不動産価格は上昇するとなっても、他の地域の不動産の問題は続きます。そして、中国では、 不動産の問題は2年間以上続いてきました。消費者の心が変わったんですよ。まだ不動産企業の融資ができなくて、工事もできません。返済もできないんです。国営企業以外の不動産企業は来年倒産しなくても、でも問題は続きます。経済の環境が良くないわけですから、消費市場も良くないんです。 中国では消費者の資産というのは自分が持っている物件の価格に関係あります。かなりの変化がなければ消費者はお金を使いません。経済も回復しません。コロナ後ですね、中国の経済復興施策は失敗です。こういう発言したんですよ。私は非常にですね、支持します。これの発言は価値あると思いますね。 中国ではですね、上海にしても、北京人にしてもですね、上海人、北京人と言いますが、自分が持っている不動産ですね、高いから自信あるんですよ。売ったらいくらいくらとなりますよという意味ですね。例えば、上海の不動産、北京の不動産、日本円で言いますと、1億円とか2億円、3億円ですね、自慢するんですよ。これで外国にいて自信あるんですね。たくさんお金使うんですよ。でも、 今不動産ですね、もうダメです。なのでみんな自信がですね、一瞬でなくなったんです。中国のメディアですね、当中国政府の説明ですが、地方政府の債務、国営企業の債務だと表現します。地方政府の債務については触れません。実にこれはおかしいことなんですよ。地方政府にも債務あるんですよ。あれは国債と言います。なので、 実はですね、一番発行してるのは国債なんですね。これについては中国政府は触れません。おかしいんです。中国は共産党しかないので、独裁政権ですから、中国の地方政府にしても、国営企業にしてもですね、全部共産党の債務です。全部中国政府の債務です。外国の投資が減ってきて、 外資系が移転するので、あるいは中国にはもう発注しませんっていうのが今の雰囲気ですね。なので、中国の今の社会について報告したいと思います。首都大学が、まあ、居住選でですが、北京、帝州、広州、深圳、四つの市場にいたんですよ。そこはですね、日雇い、労働者が集まる場所なんですよ。そこに行って調査しました。 これはですね、今はもうガラガラです。人はあんまりいません。みんなですね、出稼ぎ労働者と言いますが、みんな田舎に帰ったんですよ。多くの方ですね。現地の方は言いました。通常ですね、ここで30分ぐらい待ちます。仕事は話を振るんですよ。現在工事がないんですよ。2、3日ここで待ちます。1日だけ仕事があったりなんです。 安い時はですね、1日のニット70円、80円です。2000円もないんですよ。ただし食事込み、食事代込み、お弁当くれます。タバコも食えるんですよ。そしてコロナ前ですね、ニットは200円以上が普通でした。なので以前はですね、4000円、5000円以上なんですよ。これはですね、大体水道工事とかですね、そういうクロスとかですね、そういう工事なんですよ。 また現在ですね、工場からの依頼がないんですよ。以前ですね、個人の依頼もあるし、例えばリフォームですね、の工事するときにここにいてお願いをします。まにですね、中国の製造業の工場ですね、人が足りませんのでそこにいて雇うんですよ。ただし現在ですね、そういう仕事が非常に少なくて、あっても50歳以上はいりません。この状態で多くの人は 帰省しました。そして中国にはですね、三和大臣っていう言葉があるんですが、三和大臣とはですね、三日間働いて、三日間休むんですよ。そこはですね、稼いでお金はですね、ネットカフェで寝泊まりしてゲームするんですね。また気持ちが良くなって働くんです。また三日間働いて、三日間休みです。当時ですね、問題はなかったんです。 原因というのは当時いくらでも仕事ですね。あったんです。働き先はあったんですよ。しかし、現在ですね、事情が変わりました。仕事があるよ、とここがですね、そこが声を上げたらですね、すぐにみんな向かっていくんですよ。12月2日、新鮮マラソンがあったんですね。選手ですが、1日そこで働いて警備員として勤務しました。ニット。 200元もらったんですと、その方が言っていました。また、河南省ですが、農民校ですね、田舎にいると、60歳過ぎたらですね、年金もらいます。次ですね、100元ぐらいです。100元ですね。約2000円ですね。医療保険は35元かかるし、とても足りません。約500円かかるんですよ。医療保険だけで。どうして中国の 工場を投資しないのか、社長は拡大してるのかですね。これについて先生は言いました。民営企業はすごい軽快していて、中長期の計画はですね、増産とか工場の拡大はしません。一部の会社はですね、あの、移民の計画の社長さんがですね、実に多いんですよ。政府はですね、いくらでも支持するよと言ってもですね、みんな信じません。やはりですね、政府が 支持するというのは法律ではありません。いつもですね、ゴロゴロ変わるからです。みんな信じません。当時、2020年は共同富裕というスローガンがあって、民営企業ですね、ショックを受けました。2021年、資本の拡張を止めるぞと習近平が発言して、またショックを受けましたし、今はですね、何を言われてもみんな信じません。先生はですね、最後まとめました。 青年は社会で出てですね、学校から卒業してすぐに社会でますので、ただしいですね、すぐに沈みをするんですよ。ネソペリ族になるのは本の一部だけの青年の権利です。多くの若い子はですね、青年はネソペリ族になりたくてもできないんですよ。これはですね、私は動画で話をしましたが、 もうチャーオフィシシルですが、抹、ま、茶、あ、オフィシシルですけど、けれども、彼はですね、男性ですが、23から24歳ですねあの、ゲームですね、そういうライブ放送をする方ですが、2021年ですね、コロナ対策であの外出できなかったのもあるし、お金なかったのもあるし、病気となって治療はできなかったんですね。 最後ですが、SNSA の投稿ですが、石シを食べたいんです。とても高いんです。私は食べれません。という話があってですね。そして、1月となって、えー、亡くなったんですね。亡くなったのもですね、家主さんが気づいたんですよ。いつ亡くなったかもわからないですね。このような青年はですね、ネッソベリー族風になることはできませんよという意味です。でもですね、誰でも 寝そべり得になることはできないよねという意味ですが、原因はですね、今中国の医療保険、あるいは社会保険の制度はですね、なんとかですね、維持できています。青年の親はですね、年金もあるし、親と一緒に生活すれば問題はありません。そして政府はですね、金融緩和します。お金いっぱい出しますので、通貨安、物価高は これからですよね。すぐにはそういう現象来ませんので、いつかですね、物価の高騰で困ります。実はですね、今中国の物価はすごい高いんですよ。この間ですね、私が聞いた話ですが、映画館いたんですね。私行かないですけれども、映画館いた方がですね、言いましたけれども、30元ぐらいでいたんですが、でもそこにいてですね、コーラとかポップスコーンですね、買うので、 50元とかかかるんですよ。つまり映画館よりコーラとポップコーンのセットの方が高いんですよ。そういう事情があるんです。つまり中国の物価はですね、じわじわと上がってるんですよ。また先生は言いました西洋はですね我々と円を切ると言ってもですねすぐにはできませんので中国の輸出は少しずつ下落していくわけですから一瞬で輸出が 止める、止まることはないんですね。また、不動産企業の返済振り子は、現在あくまで始まったところであって、これから多くの企業は倒産するでしょうし、という話があります。その時ですね、国民が貯蓄ですね、銀行に入れたお金はどうなるのか、あるいは金融商品ですね、自分が投資した金融商品はどうなるのかですね。 これについて、また後日話をしますが、中国はですね、実はみんな国民、みんな投資するという雰囲気があったんですよ。政府の宣伝があってですね。例えば、銀行にお金を入れるより、銀行の金融商品ですね、株とかですね、ありますので。またアプリで株わけですから、非常に便利でもありますが。そして、不動産市場は不景気となっている。下流側に影響されるのは、 時間はかかります。例えば、農民校ですね。工事はなくなってきました。でも、対象ですね。時間はかかります。そして、学生さんは学校から出て、仕事がなくてもですね、現在は宅配とかですね、なんとかはできます。そして、中年の失業者ですね。会社から退職して、リソラですが、退職金ですね、あるいは弁償金ですね、もらいますので、 一年、二年ぐらいは生活維持できます。しかし子供が減ってくるし、産婦人科も減っているし、幼稚園も減っているんですね。ミルクの需要、おむつもそうですし、子供の教育もそうですし、おもちゃの需要も減るんですよね。なので先生はですね、言いました。未来のことをですね、教えてあげますよと、これは警告なんですよ。 医療保険、社会保険制度は崩壊するから。年金はあるんですよ。あなたたちの親はですね。でも、政府は支払ってくれません。あるいは延期するんですね。なので、今の公務員もそうですが、給料はあるんです。でも、延期に延期に延期ですね。まともにもらっていません。小さい都市の病院は閉鎖です。都会の病院はですね、主に漢方薬で治療するんですよ。 これがですね、今は実は起きています。中国政府ですね、今回の、まあ、感染者といいますが、熱、あるいはインフルエンザですね、あるいはコロナ対策ですね、まだ漢方薬で治療しようかとなっているんですよ。漢方薬ですから、ウイルスとか菌とか治療できるわけがないんですよ。漢方薬ですよ。中国の漢方薬というのはですね、脈を触るんですよ。舌をですね、見るんですよ。そんな、 検査はしないんですよという意味です。漢方はですね。中国の漢方というのはそれなんですよ。検査はしませんので。そして先生は言いました。外国の薬、検査、設備、使えなくなるんですよ。外科がないからです。外科がないから外国の薬買えません。そういう意味ですね。そして輸出は減少していて外資系は出ていくんですよ。やはりその時は外科ですね。 ななくなるんですよそうするとガソリンと言いますが石油ですよね輸入しますのでガソリン代も高騰します大豆も高騰するわけですからそうすると野菜にしても肥料ですねお肉類にしても豚とか鶏とかですねそういうものもですね餌高騰するわけですからそういうお肉類も高騰します 普通の人にはですね、外国製のものとはもう無縁です。政府の官僚ではないからです。そして、留学、海外旅行は、もうこれはもう無理ですね。夢です。そして、失業者はさらに増えていくんですよ。1000万人ですね、の大学生が学校から社会へ出る。これは15年間続きます。 毎年約400万人の大学生は仕事がないんです。15年間で6000万人となります。当然ですがですね、これは定年する方もいるわけですから、需要もあるんですね。最後ですね、どんな仕事でもするんですよ。それでも仕事がないんです。そして35歳以上ですね、仕事はないんです。失業者らですね。 そうするとですね、政府は罰金を許可します。今でも罰金許可してるんですけれども、さらにですね、多くの会社、あるいは中小企業は倒産します。学校は合併するんですよ。子供が減るわけですから。病院も合併するんですよ。そして、交通機構の利用料金ですね、高くなります。公務員も減少するんです。軍隊、警察、 情報員、あるいは監視員ですね。以外はいりません。でも、子供がですね、減っていくわけですから、これはですね、もう終わりです。新生児の数ですね、800万切って、それから700万人となって、数年後ですね、500万人以下となりますので、しかし、12億人の国ですよ。500万人の子供しか生まれません。これは大変です。 中国の生存業、生産にしても、消費にしても、介護の事業にしてもですね、全く期待できません。でも、定年する人は増えていくんですよ。そうすると、大都会以下の都市ですね、みんなお年寄りの都市となります。5、6億人のお年寄りの国家となってしまうんですよ。そして現在ですね、中国の公務員は政府の税金で、 生活をすることは8000万人なんですよ。これはですね、共産党員だけで、まあ、9000万人なんですよ、実は。なので、実はもっと多いと思いますけれども、もう多くですね。若い子にはですね、夢がないんですよ。いくら働いてもですね、税金取られます。取られて終わってしまいます。どうして高い税金取られるかと言いますと、政府の公務員ですね、多いからです。医療、そして年金ですね。 政府の方が先ですから、若い子はいくら働いても終わってしまうんですよ。税金取られてギリギリで生活して終わりです。これで若い子には夢はないです。そういうのがありました。先生の話はですね、これは、うん、私はですね、指示しますね。これは、このまま行くとですね、中国はそういう社会となっていくでしょうかと。 いいう,うに思いますね。ただし、先生というのはですね、今の若い子に対するこういう警告でもありますので、未来はですね、これですよと、なので、準備しなさいよね、準備する必要あるよね、という意味なんですよね。なので、今はですね、楽でいいかもしれませんが、でも、この楽はですね、続きませんよという意味なんですよ。都会の若い子はですね、現時点では、 都会の若い子はですね、どうせ仕事ないわけですから、家にいるんですよ。親からですね、少しのお小遣いもらいながら、朝、朝一番行って、買い物します。昼、料理作ってですね、食べて、昼寝もします。夕方になって、また夜ですね、一番に行って、また野菜買って、お母さんと一緒に料理を作ります。それから寝ます。若い子はですね、一部の若い子は、 こういうふうにやってるんですよ。特に都会の子ですね。田舎の子にはそんな余裕はないんです。あの、お父さん、お母さんのことだけでも精一杯ですから、そんな余裕はありませんが、これが今の中国の社会の事情なんですね。まだ中国の経済ですね、について話をしたと思いますが、この動画はここまでにしたと思います。最後、にボタンをお願いいたします。ありがとうございました。